今日は動物園にあることを確かめに来たんだ。じゃん、ジャッジメントくん。これを使うと戦わなくてもどっちが強いかわかるよ。それで何するんだ？ふふふ、これで僕といろんな動物どっちが強いか試せば、何にもしなくても僕が地球最強ってことがわかるでしょ。最強ってことはもう支配したのと一緒だよね。よくわかんないけど、地球最強の動物を調べるってことか。面白そうなんだぜ。うん、面白そうだね。最強動物がわかったところで地球支配が進むとも思えないしね。というわけでルイ君、最強候補の動物を教えてくれたまえ。はいはい、地球最強の動物5000。ヒロ、お前こんなところまで来てゲームばっかしてんじゃないよ。サルトビママコ、一児の母であり地球最強のスーパーヒーローだ。あとちょっと、あとちょっとでクリアだから。サルトビヒロ、ももこの息子であり小学生ヒーローをやっているぞ。こういうところまで来てゲームやってる子っているよね。まあ気持ちもわからなくはないけど。ルイ、最強動物って言ったらライオンで決まりだよな。百獣の王だもんな。僕もライオン好き、かっこいい。そうだね。でもでもライオンが勝てない動物って実はいっぱいいるんだ。なんだって？例えばあそこにいるキリンもライオンが勝てない最強動物の候補だよ。キリンが？そもそもキリンは体がとても大きいから他の動物に倒されるということがほとんどないんだ。大きいだけで？そう、だって高さが最大で約6メートル、そして体重は約2トンにもなるからね。小型のトラックが突っ込んでくるって考えるとイメージしやすいかもね。トラックが？そう、それは強そうだね。そしてその大きな体から繰り出すキックはものすごい破壊力でライオンが死んじゃうこともあるんだ。あのライオンがキリンのキックで？まあおとなしい動物だからめったには起こらないし、ほとんど戦うことはないんだけどね。ちなみにキリンはメスの取り合いでオス同士が戦うときはネッキングと言われる首を振り回す攻撃でバトルするんだ。200キロもある首を思いっきりぶつけられたらほとんどの動物は吹き飛ばされると言われているよ。キリンって意外と怖いんだね。キリンのキックと首攻撃はとんでもない威力で最強。ちょっと自信ないけど、ジャッジメント君、キリンと僕どっちが強い？ビビ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 、ベケッツの勝利。あれ、やった、勝った。ボーボードリンクを使用すれば勝てます。そりゃベケッツのアイテムを使ったら強いよ。ふふん、やっぱり僕って最強なんだね。すごいぜベケッツ。じゃあ次はキリンより強いやつ探さないとな。そんなのいるのか？そうだな。ちょ、お前ほんとそろそろゲームやめなさい。まったく。あ、見てヒロ、ゾウよ。ゾウって美味しいのかしら？え、ゾウ空気なの母さん。ゾウを食べる？あ、ペケッツ、ゴーンジ、ゾウはどうかな？ゾウ？ゾウも確かに大きいよな。だけど背中乗せてくれたり水浴びしたりしておとなしいイメージだぜ。いや、ゾウも怒らせるととても怖い動物だよ。体当たりで車を簡単にひっくり返すくらいのパワーもあるしね。なんだって？こんなに優しそうなのに。あの鼻で戦うのか？攻撃に鼻を使うこともあるけど、ゾウの攻撃もほとんどは大きな体を生かしたものだね。体重が6トンもあるから体ごと相手にぶつかるだけでとんでもない破壊力だからね。6トンってことはトラック3台分？トラック3台とぶつかったらぺしゃんこじゃないか。そうだよ。だからゾウを怒らせたら人間はもちろんだけどライオンでも車でも簡単に倒されちゃうんだよ。そんな。まあゾウもほとんど怒らないから大丈夫なんだけどね。ゾウの体当たりは無敵のパワーで最強。ゾウも怒ると怖いんだ。ルイと一緒だね。ん？なんか言った？うわー、なんでもないよ。ピューピューピュー。さてゾウと僕はどっちが強いかな。ジャッジ。ピピピピピピ、ペケッツの勝利。うわー、やだ。ぶっ飛びシューズでぶっ飛ばせば勝てます。これはもしかして本当に僕が最強？いや、だからアイテムありでペケッツに勝てる動物なんていないって。ルイ、他には強い動物いないのか？そうだな。ほら、ヒロ、ゴリラよゴリラ。ゲームばっかしてないでちゃんと見なさい。イケメンね。そうかな。あの子ずっとゲームしてるな。あそこにいるゴリラも最強候補なんじゃないかな。ゴリラが？キリンやゾウみたいに大きくないのにか？さっき紹介したキリンやゾウは大きな体を使った攻撃で強いんだけど、ゴリラの場合は肉体の強さだけじゃなくて頭の良さも合わせて武器なんだ。そんなに賢いのか？そうだよ。簡単な道具なら使うことができるんだ。木の棒を使って物を取ることもできるし、物を投げて敵を脅かしたり攻撃をすることもできるみたいだよ。道具を使うなんて人間みたい。賢いってことは戦う上でも有利なんだよ。
例えばゴリラは直接戦ってもかなわない動物には近づかず、石を投げて遠くから攻撃することもできるけど、それはキリンやゾウには絶対にできないことなんだ。なるほどな。しかもゴリラは賢いだけじゃなくて、ものすごく筋肉が発達しているから、手を握る力は動物界最強と言われていて、人間の10倍以上もあるんだ。10倍以上？そう、鉄棒やジャングルジムなんかぐにゃぐにゃに曲げられる強さなんだ。マジかよ、それ聞いたらゴリラと握手なんてできないんだぜ。そもそもゴリラと握手する機会ないでしょ。ゴリラは賢い上に筋肉もりもりで最強。ジャッキメント君お願い、ペケッツの勝利。うんだよね。まあゴリラが強くて賢くても僕の方が100倍強いし賢いからね。賢さでは負けます。え、ルイ、他には他には。そうだな。ヒロ、お前ないい加減にやめろ。ああ、あとちょっと、あとちょっとでクリアなんだよ。まったく。あ、ワニか。昔戦ったっけ、結構うまかった。ワニと戦う、あのお母さん何者なんだ。あ、ゴーンジ、ワニも最強候補だよ。ワニか、ワニも強そうな牙がいっぱい生えてるもんな。ワニの噛む力は動物最強と言われていて、1平方センチあたり260キロなんだ。これは人間の20倍以上、ライオンと比べても3倍以上のパワーなんだ。ライオンの3倍？一説によると、ワニの噛む力はティラノサウルスレックスにも迫る強さかもしれないと言われているんだよ。ひえさらにその攻撃方法も特徴的で、噛みついたまま体を何度も何度も回転させて肉を食いちぎるデスロールという技を使うんだ。最強動物の候補には間違いないね。ワニめちゃくちゃ強いじゃん。ワニの噛む力は史上最強。ワニがいくら噛む力が強くても僕が勝つんだけどね。ジャッジメント君、勝敗を教えてくれたまへ。ピピピ、ペケッツの勝利。はい、僕の勝ち。サイコサイコロのパワーで押さえつければ勝てます。そして、結局僕に勝てる動物いなかったな。やっぱり僕が一番強いんだね。まあアイテムありならそりゃね。よし、じゃあこのまま地球支配しちゃおっかな。いやでも今日の動物園にはたまたまいなかっただけかもしれないし、まだ早いんじゃないかな。ペケルイ、うまそうなアイス見つけたから買ってくるけど、いるか。あ、いるいる、ペケツもいるよね。え、アイス欲しい。オッケー、買ってくるんだぜ。アイス、アイス、うまうまアイス。あ、いや、どこ行った。鬼みたいな顔で怒ってるね、あのお母さん。地獄から鬼が来たのかと思った。せっかく動物園まで遊びに来たのに、男の子がずっとゲームばっかしてたから怒っちゃったんだと思うよ。お母さんって怒ると怖いんだよね。ゴーもお母さんが怖いって言ってたし。そうだ、試しにジャッジーっと。いくらお母さんが怖くても、そりゃアイテムを使ったペケッツの方が強いでしょう。ピピピピピピ。あれ、動かないね。わー、壊れちゃったかな。ピピッ、ペケッツの負け、ペケッツの負け。負けた。なんで普通のお母さんにペケッツが。普通のお母さん、いや違うね。誰。うちの母さんは最強のヒーローなんだ。ヒーロー。まさかこの後ペケッツとあのヒーローお母さんの大バトルが始まるなんて、この時の僕らはまだ知る由もなかった。後編はひろたまひろくんのチャンネルで見られるよ。気になる人はチェック。